大船遺跡は北海道屈指の大規模な集落遺跡です。紀元前3200年から紀元前2000年頃の遺跡です。100棟以上の縦穴建物の跡などがあります。縦穴建物は深さ2メートルを超える大きなものです。建物の骨組みには栗の木が使われていました。遺跡からはクジラの骨が見つかりました。これらは当時の生活や生業を知る上で重要な出土品です。大きな家があった跡です。こちらの壁で 2.4 メートルの深さがあります、はい、そして6本の柱で屋根を支えて、そして真ん中には、四角い石で囲んだ囲炉裏の跡があります。そういう家があったっていうことからどんなことが言えるんでしょうか。これだけの住居を作るにはですね、一つの家族だけではおそらく作れなかったと。無理ですよね、はい、ですからもう村の人たちがですね、共同作業でみんなでこう力を合わせて作ったと。仮住まいっていうのにこんなに大きな家はいりませんので、やはりもう長く定住するということの本当に証だと。これは栗の木を使っています、はい、でこの栗は縄文時代にはですね、人が海を渡って運んできたもので、もともと北海道には自生してませんでした。なかった、はい、でその栗が、そのまま林になって残って、こちらの裏山は栗の木山と呼ばれてます。栗の木山、栗を食べてたっていうことですよね。栗の実もこの遺跡からたくさん見つかってます、多分冬の間の貴重な食料になったと思います。なるほど。住居の跡から見つかったクジラの骨です。体長15メートルくらいあるクジラだそうです。15メートル、はい、その他オットセイとかマグロ、鮭、季節ごとに、しかも特定の種類のものに偏らずに自然に負荷を与えない、そういった狩りの仕方をしていたようです。そうやって自然と共生しながら自分たちも栄養豊かな食生活を彼らはしていたっていう証ってことですね。そうですね。